はい。今回、クラウドのセッティングをしていきます。はい。こ度でセッティングのところですね。こちら、ツイッターのアカウントで紐付けを行って、こちらトップページに来ました。最初はこういった画面なんですけれどもね。この設定を行っていきます。セッティングですね。プロフィールの設定を行ったと思いますので、このネットワークの設定というところですね。ネットワーク。こちらは、まあ、ネットワーク、連携という話ですね。連携。ツイッター、a c e b o o k とかね。Facebook ページ、ブロガーっていうね。まあ Go、Google サービスですよねブローガー、ブリッカーとかねありますけれども、このね、まあ、ここ、まあ、必要なものからコネクトをしていってくださいってことなんですけど、まあ、これはね、ツイッターコネクトされています。フェイスブックもね、コネクトとやると、フェイスブックのね、情報を入力してくださいとなるので、僕の場合はね、こういう風にログインができるわけですで。今回ね、必要なものだけやればいいので、今回はね、割愛しますけれども、ツイッターがつながっていてと。 Facebook つながって,て、最低限使うものだけね、つなげておけばいいんじゃないかなと思います。そうするとね、このスコア自体、その影響力、ご自身の影響力も上がっていきますので、なるべく連携はさせておいてください。このネットワークですね。では、ここ、設定を行ってみてください。